皆さんこんにちは。特急アイアンバード Z チャンネルへようこそ。ただいま函館から戻ってまいりました。実は今日、早朝からですね、特急、スーパー北斗、4号に乗ってですね、朝6時53分出発しまして、函館に10時38分に到着して、帰りは飛行機で戻ってきました。函館に行った目的はなんですけれども、先日購入しましたこのソニーの α6600、動画撮影が30分以上長時間撮影できるということで、どれくらいの性能があるか、またどれくらい持つかということをちょっと試したくなりまして、スーパーホットに乗って札幌から函館まで車窓の風景ですね、これ全部収録できるかなと思ってちょっと試してみました。でそうしたらですね、結果を言っちゃいますと、だいたい2時間半で、熱暴走で止まっちゃいました。で場所的にはですね、途中駅の八雲と森という駅の間まではしっかりと収録することができました。止まった時の状況なんですけれども、本体がかなり熱くなりまして、画面の方にですねメッセージが出てきました。本体が熱いので停止しますというような感じのメッセージが出てきまして、そのまま切れてしまいました。やはり触ってみるとかなり熱くなっていて、随分ちょっと酷使しちゃったかなと思ってます。その後2、3分ぐらい、ちょっと休憩させてあげて、バッテリーも変えて、また再び収録を試したんですけれども、やっぱりですね、終点函館駅の手前でまた熱くなりました、停止しますというような趣旨のメッセージが出てきまして、止まっちゃいました。完全収録はちょっとできなかったんですけれども、こういったことが分かってちょっとプラスになったかなとは思ってます。それともう一つ気になっているのがあるんですけれども、私は2012年から、約7年間、北海道に14回来てるんですけれども、今年の冬みたいにですね、ちょっと暑すぎるようなあったかい時期はちょっと経験がないんですよ。なぜそれが言えるかと言いますと、まず昨日も申しましたけれども、雪が少ないのと雨が降っていたということですね。冬に北海道に来て雨が降るっていうのは今回初めてです。しかもあったかいです。ちょっと歩くとすぐ汗だくになるぐらいです。これはちょっと、地球温暖化の影響がやっぱりこういう形で影響してるのかなとちょっと懸念しております。暗い話題はちょっとこれ以上やってしまうとちょっと沈んでしまいますので、そうですね、私のちょっと動画の編集方針なんですけれども、普段はサラリーマンをやってますので、当然ちょっと時間があまりなくて、こうした長期連休、年末年始、ゴールデンウィーク、あとお盆ですか、それぞれ10日前後の長期連休が取れることができますので、その間にですね、いろんな鉄道や飛行機等を利用しまして、とにかくカメラもしくはiPhone 使ってるんですけれども、あと今まで使っていたキヤノンの EOS80D ですか、この3台のカメラを駆使しまして、いろんな鉄道電車飛行機からの風景を撮影して、
まさに取りだめて、取りだめですね取りだめてから仕事が始まった時に、まあ、少しずつ編集して公開していくというスタイルをとっています。でここにある MacBook Pro、まあ、こいつを使いまして出先とか旅先でも編集できるような形にはしております。北海道滞在もあさってまでなんですけれども、元日には本州の方へ、東京の方に移動します。東京に移動したら1月2日にですね、皇居において一般参賀があります。前回というか今年も出たんですけれども、今年次回も行く予定です。でその後は神奈川県の箱根町に行って箱根観光にも行ってきます。箱根といえば何といってもこれですねまあ分かる方は分かるんですけれどもまあこれのためなんですよ申し訳ありません。とまあこんな感じで年末年始を思いっきりエンジョイしていきたいなとは思ってます。また順次動画の方公開できるようでしたらまあ少しずつですけれども公開していきますので、まあ温かい目で見守っててください。それでは。
on the train to